23日の横浜戦ポイントまとめいきたいと思います。このチャンネルではカープの試合結果ポイントまとめや選手紹介を随時配信していますので、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは確認していきましょう。まず23日の横浜戦振り返っていきます。結果6対0でカープが快勝した試合になっています。素晴らしい試合でした。まず3回の裏、堂林選手今季1号の先制ツーランホームランでカープが先制します。そして6回の裏、坂倉選手のライトオーバーの2点タイムリーツーベース、さらに末金選手もライトオーバーの2点タイムリーツーベースで4点を追加して6得点。で、投手には森下投手、島内投手、中崎投手と無失点リレーで、見事完封リレーでした。いい試合でしたね。で、この試合のターニングポイントですが、3回の裏、堂林選手のホームラン、さらに4回の表の堂林選手のバックホームということで、この堂林選手の活躍のおかげで勝てた試合かなと思います。立ち上がり、上茶谷投手非常に良くて、初回2回はポンポンポンと抑えられていたんですけど、3回の表ツーアウト1塁から堂林さんが貴重なホームラン放ってくれました。いい得点になりました。で、その後、得点直後の4回の表、失点したくないというイニングで、森下投手ピンチを迎えてランナー2塁、1、2塁の場面でバッター田中選手、レフト前打ちました。で、レフト堂林選手取って見事なバックホーム送球で外選手を、ホームタッチアウトにしたというプレーがありました。で、見事4回も無失点に抑えられたということで、ホームラン、さらに守備での貢献で、堂林選手が流れを作って流れを渡さなかったということがあったので、こちらがね、今日のターニングポイントかなと思います。ポイントまとめです。まずこれでしょう。1番堂林選手大当たりということで、今季1号ホームランを含む2安打の大活躍でした。今季ね、1番でのスタメン初めてでしたが、2打席目バックスクリーン左へとても大きなホームランを打ちました。インコースのまっすぐ、堂林選手らしく、センター方向へ伸びるいい打球だったかなと思います。これ540日ぶりのホームランということで、2シーズンぶりのホームランで、非常に、久しぶりのホームランで、嬉しかったですね。明日からもね、この活躍で1番起用あるんじゃないかなと思うので、またホームランとか打ってほしいと思います。続いて末金選手、またもや複数安打2打点の大活躍ということで、すごいです。ここ3試合で11打数8安打ということで、当たりに当たっています。で、この日のライトオーバーのツーベースなんですけど、ちょっとね、外のスライダー振りまくって、簡単に追い込まれてどうなるかなって思ったんですけど、その後も外のスライダーをなんとか粘って、で、横浜バッテリーがもう仕方ないから高めのつり球を投げるかというところで、ストレート投げたところをうまく力で運んでライトオーバー、すごいですね。よく粘ったし、パワーで持っていったバッティングでした。明日からもね、スタメン出場あるんじゃないかなと思います。さらに守備でもファインプレーということで、ライト前にね、落ちるか落ちないかっていう打球うまく突っ込んで、でショートバンドで取って、で、取った後素早くセカンドへレーザービーム投げて、セカンドフォースアウトということでライトゴロ記録で、守備もうまいなと思いました。期待したいですね、これからも。そして坂倉選手、あわやホームランのタイムリーツーベースということで、おとといの試合で今季1号入った坂倉選手ですが、この試合もあわやホームランというフェンス直撃のツーベース打ってます。角度も上がってきて打球も飛んできたので、ホームランも、これからもっと増えるかなと期待できます。中村健人選手、4月9日以来の出場で代打安打を放つということで、4月9日以来約2週間ぶりの出場になった中村健人選手、見事ね、久しぶりの出場だったんですけど、左投手からセンター前ヒットを放ってました。やっぱり左投手に強いなというのが分かったのでね、もしかしたら左投手相手の時はスタメン起用というのが見えてくるかなと思います。本当に今外野は堂林選手、末金選手、中村健人選手が、この試合アピール成功して、激しい争いできているなといい感じだと思うので、これからも期待したいと思います。続いて1軍昇格の矢野選手、2度の守備機会を難なくこなすということで、この日からね、矢野選手が1軍に合流してます。2軍でも結構打撃好調ということもあり、1軍に上がって、で、9回セカンドの守備で、出場しています。で、9回ね、セカンドゴール2つ来たんですけども、難なくこなしていて、さすがね、守備の定評ある矢野選手ですね。派手なファインプレーとかもできますし、今後も期待したいですね。バットもね、非常に当たっているので、打撃もいい感じなのを確認したいなと思います。で、最後は島内投手、中崎投手の無失点リレーということで、島内投手は前回敗戦投手になったんですけど、うまく見事、リベンジ果たしたかなと思います。この2人、やっぱり今年安定しているのでいいなと思いました。続いて森下投手についてまとめですが、まずこちらがね、前回の森下投手ですね。はい。前回は、ちょっとストレートとカットボールで空振りが奪えなかったということで、残念ながら2回8失点というような成績で終わっていました。はい。そしてこちらが今日の森下投手のデータです。平均は148キロ、マックスも152キロと出ていました。で、今日の投球割合はね、ストレートが 45%。これはね、いつも通りかなというところなんですけど、これですね、カーブが今日非常に多かったです。カーブ 22% と多投していました。で、その次がチェンジアップ。で、ツーシームで、カットボールが 4% ということで、今日はね、カットボール全く投げていませんでした。昨年もシーズン通じてカットボール、投球割合 20% 程度あったんですけど、今日はね、見事というか4%になってますね。前回はカットボールも15%。
ートと多かったんですけど、まあ、このストレートとカットボールで空振りが取れなかったっていうのがあったのか関係してるのか分かんないですけど、まあ、ちょっとカットボール割合減らしてまして、このカーブ非常に今日良かったです。カーブ24球投げて、まあ、ストライク 39%、ボール 48% ということなんですけど、このカーブでね、見逃しのストライク取れてカウント整えたりで、まあ、カーブがあるっていうことで、まあ、打者がストレートに差し込まれたりというような感じの印象を受けました。で、まあ、今日まとめますと、まあ、今日はね、カットの割合が少なくてカーブを多投で、カーブでね、相手の、うまくミス球に使っていたかなと思います。相手もね、的絞りきれてなかったと思います。まあ、最後らへん、5回以降はちょっとカーブを待つっていうバッターも増えてきたんですけど、それまではカーブ待ってる人もいなかったので、追い込まれるまではカーブ投げたらもう振らないというような感じでいい、配球だったと思います。で、またストレートですね、前回空振りが全く取れなかったストレートも球威が戻ったのか、空振り 13% ということで、いいね、空振り取れていたり、まあ、インコースにズバッと、見逃し三振のストレート決めてたりしたので、今日良かったのかなと思います。まあ、結果は7回投げて被安打8、まあ、ヒットは結構打たれてたんですけど、まあ、無失点に抑える、まあ、守備のファインプレーもありましたね。ということで、まあ、今日ね、見事試合作ってくれました。ナイスピッチングでした。次の試合も期待しましょう。で、カープの次の試合です。カープは明日も横浜戦があります。予告先発は玉村投手と大貫投手です。大貫投手はね、開幕カードで当たって見事、攻略しているので、明日も攻略してほしいなと思います。で、注目ポイントですが、堂林選手、末金選手に期待、3立てということで、本当にここはね、数試合当たっている好調の末金選手で、今日ホームランだった堂林選手のバットに期待したいなと思います。この2人がね、今当たっているのかなと思うので、打線にも厚みが出てくるので、明日も期待しましょう。で、3立てで今週の勝率を5割に戻したいということで、まあ、東京ドームでは残念ながら3連敗したんですけども、このね、地元マツダスタジアムで3連勝して今週の勝率5割に戻したいと思いますので、明日しっかりと勝ってもらいましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。堂林ファンの私にとっては非常に嬉しい勝利になりました。明日も堂林選手の活躍期待したいと思います。明日も試合のライブ配信を行おうと思いますので、ぜひよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガツガツガツカープ頑張れ。